将来。ありがとう、リク。よそ見をするな。今や。流れゆくものですよ。水は流れゆくものですよ。西村。はい。小林。はい。よく頑張ったな。近藤。はい。次はもうちょっと頑張ろうな。清水。はい。いかがでした？大丈夫だった。怪我は？関数落ちてるかもって思ったけど、よかったですわね。大道寺。はい。
野村。はい。リー君も心配なの？別に。大丈夫、私がついてるから。わかった、おば様に見せるのが嫌なんでしょう。違う。トモヨちゃんどうだった？刺激と同じでしたわ。それってすごくいいってことだよね。リ・シャオラン、リ・メイリン。メイリンちゃん自信満々ですよね。うん。ねえ、トモヨちゃんは冬休みどっか行くの？なんで？香港から来たばかりだから国語がちょっとな。はあ、よかった。これなら見せても。ありがとうございます。それ冬休みの宿題よ。はい。そうだ、じゃーん、引いてみて。おい、今巴田商店街でやってる歳末企画なの。特賞は香港旅行よ。わー、さくらちゃん頑張ってください。巴田小学校の子たちもたくさん弾いたんだけど、みんな参加賞だったのよね。え？あれ？あれ？何色だった？私も参加賞ですね。行っておいで。いいの？うん。せっかく特賞が当たったんだし、僕はいけないけど、トウヤ君が一緒なら大丈夫でしょう。あ、でもお兄ちゃん、バイト。当番5回。え？でもいいんだ。じゃあ、あと巴代さんと僕の代わりに月城君はどうかな？大丈夫だと思うけど、あいつ特に予定ないって言ってたし。うわー、やったー。また飛行機乗るの初めて。え？ビデオ持ってきたの？さくらちゃん香港旅行の巻、こんな素晴らしい
しい撮影機会を逃すわけにはいきませんわ。もちろん撮影用のお洋服も持ってきましたの。香港に着いたらぜひ着てみてくださいね。おーい、搭乗時間だぞ。飛行機は靴脱いで乗るんだぞ。え、そうなの？お客様どうぞそのままで。え、お兄ちゃん。え。うわ、苦しい。朝からまだ使えるか。初めてなんだ。楽しいこといっぱいあるといいね。はい。Have a nice day。おい、あんまり乗り出してっとサメに食われちまうぞ。え、サメさんがいるの？ガイドブックに載ってた。ほえあ、サメか。カモメさん、カモメさん、カモメさん、カモメさん。さくらちゃん、今日も元気だね。自慢の気配が残っとる。日本ではもう薄まってもうた懐かしい気配や。それに、世の中に偶然はないっちゅんが苦労の持論やった。さくらが特賞当てたんもなんか意味があるかもしれん思てな。なんてな、ワイとしたことが香港の木に当てられてもうたかな。またた。
んだろう。それとそれを4つと、これも4つ、あとこっちのと、あ、それも、とりあえず、じゃ、食べよっか。はい。ともやちゃん、半分ずつにしない？あ、ケロ。ケロ？やっぱり別のにしようっと。カエルの足でも入ってたのか？なんでもないの。どれにしようかな。今戻したのくれ。え、同じの近くにあるでしょ。別にどっちだって。それがいい。でも、それがいい。早くよこせ。これ食ったら次はバードストリートに行くからな。バードストリート？鳥さんたちがいっぱいいるところだよ。すごい、鳥かごがいっぱい。香港の人は鳥が好きで、自分の自慢の鳥をかごに入れて連れて歩いたりしてるんだって。そうなんですか。バードストリートか、ご存知ですな。この辺は昔と変わってへんみたいやな。あ、かわいい。なんか誰かに見られてたような。確かに妙な気配がする。まさかクローカードが香港にも。いや、これ違う気配や。もっとこう邪悪な。あれ、ん、あんなとこにも。逃げたんじゃねえのか。あの鳥、うん、さくらちゃん、バイラが追うんや。どうしたんだ、さくらのやつ。はよ、
どうしてここに。さくらちゃん、どちらまで行かれたんでしょう。一緒？なに？ちゃんと検疫通ったの？もう一回言ってみところで、シャオラン見なかった？さっきいきなり妙な気配がするとか言って走ってどっか行っちゃったの。私もさくらちゃんを探してるんですが。さくらちゃん、シャオラン、ともよちゃん、どうなさったんですの？お怪我はありませんか？大丈夫だよ。さあ、どこ行ってたのよ。さくら！一人でどこ行ってたんだ？ごめんなさい。水たまりに落ちちゃって、それで。たく。あれ、何よ、照れなくてもいいでしょ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。もうとりあえずどこかで着替えないと。おかゆ美味しかったね。いやー、かっこいい。なんだ。さあ、どういう女の子がいいの？手伝うわ、シャオラン。あの人たち、リー君のお姉さまたち、4人とも？ああ。ほえー。明るいお姉さま方ですわね。なんや、怪しい姉ちゃんらやな。ケロちゃん、ごめんね、リー君。
して、強い力を感じます。クローカードを持っていますね。強い力は困難を引き寄せるきっかけとなることもあります。特にこの香港では。止まっていきなさい。え？やったー！シャオラン、通知表を出しなさい。ふんー、今日はなんか肩こる一日やったな。綺麗なお母様でしたわね。うん、素敵だったね。それに不思議な感じの人だった。そうですわね。あの母ちゃんもすごい力の持ち主やで。さすがはクローリードの血縁や。クローのお母さんの実家は中国でも有名な同士の家系やったさかいな。クローさんはとっても有名な魔術師さんでしたわよね。おそらく当時で最強のな。でもま、根性曲がっとったし敵も多かったけど。まあ、そうでしたの？でもこんなことならお洋服を持参するべきでしたわ。ホテルに戻ったらぜひ着替えてくださいね。うん。そして香港の街を舞うさくらちゃんを。わいまだってお休み、ともよちゃん。おやすみなさい。強い力は困難を引き寄せるきっかけとなることもあります。特にこの香港では。
りゃただの夢とちゃうで。はい。玉帝有直真剣司法金木水火土雷風雷電進直玉帝有直真剣司法雷風雷電進直桂馬霹靂電光天九九如律令あなたは呼ばれてこの香港に来たようですね。誰にですか？あ、夢の中の女に。気をつけなさい。今までとは比べ物にならないほどの危機が迫っています。私、どうしたら。あなたの進むべき道を知っているのはあなただけです。力の強い者は魔を呼び込みやすい。特にあなたはクローリードが作ったクローカードを持つ者、呼ぶ魔もそれだけ大きくなります。けれどそれゆえの導きもある。あなたをいざなう魔も夢の中、そして助けるのもまた夢の中。大丈夫、あなたならきっと答えが見つかります。水に気をつけなさい。水？奥のナイフみたいなのがバンクオブチャイナで、屋上に大砲がデザインされてるのが香港上海バンク。ここは香港経済の中心地で、2つの銀行はライバル同士なの。へえ。やっぱりさくらが香港来たんは偶然とちゃうかったみたいやな。じゃあ、私がくじ引き当たったのも全部あの夢の中の人の仕業なの？そんなことできる方がいらっしゃるんでしょうか。わからんけど、そうやとしたらなんでさくらを。どうして私たちが一緒にいなきゃいけないの？仕方ないだろ、母上がそうしろって言うんだから。観光案内してあげなさいって。違う。じゃあ何よ。何か危険が迫ってるらしい。
ば夢の中の女の人も綺麗な髪飾りしてた。綺麗だね。はい。これください。似合うよ。ありがとうございます。どうしたの？なんでもない。みたいや。うん。どないした？水の音してない？してる。この気配。さくら。
クラ、どうしたんだ。おい、ここは私が魔力で作った世界。なぜあいつではないのだ。お前はさっきの本の。なぜお前のような小娘がここへ来たのだ。飲まれた後、気づいたらここにいた。じゃあ、あそこにいたみんな、どこかにいるはずだ。早く探さなきゃ。探さずともよい。お前たちと共に取り込んだものは、そこにいる。私はクローリードを呼んだのだ。なのになぜ。あの姉ちゃんどっかで。クローリードはどこだ。二手に分かれるぞ。俺が奴の動きを止める。その隙にお前はみんなを助け出すんだ。クローリードはどこだ。行くぞ。はい。さくら、早よ。うん。
かった。私一体ここは。とりあえず説明は後や。探し出すまでのこと、貴様も我が糧となるがよい。私のせいで、みんな…さくらのせいやない！悪いのはみんなあの本の中の本…あの本…そういえば…本？智也はわからんかったやろうけど、我らがさっきまでおったんはある本の中の世界やったんや。じゃあ、その本があれば皆さんを…どんな本ですの？確か…こう、ふるって妙な気配のする。気配が消えてもうとる。ない、どこにもないよ。さくら、リー君、メリンちゃん、お兄ちゃん、ユキトさん、しっかりせえへん。とにかく何とかしてあの女魔導士を。ああ、あの女思い出した。お客さんですか？少々お待ちください。誰か来ますわ。とりあえずつらかるで。うん。お客さん、日本の人、何欲しいか？あの女は昔ここ香港におった占い師の姉ちゃんや。占い？せや、
確か水占いよったかな。水面にいろんなもんを映し出して見せるんや。そこそこ評判も良かったらしいけど。けど？ある日クローリードが現れた。クローは別に占い師やない。せやけど片手間にやっとった占いがよう当たるもんやから、あの姉ちゃんの商売上がったりなってもうてな。まあ、それからはことあるごとにクローに戦いを挑んでくるようになりよった。でもそんなに昔の方ならすでに亡くなってるのでは。術や。術？死んだ後もあの本に自分の思いだけ写してあるんや。むっちゃ難しい術で、よっぽど根性なかったら何十年も持つ術はかけられへん。多分今となっては自分が死んどるっちゅう自覚もないやろうけど、あの姉ちゃんよっぽど苦労のこと恨んどったやな。っていうことは術の目的って？苦労を本の中に封じ込めるつもりやったんちゃうか。それで苦労カードを持ってるさくらちゃんが引き寄せられたんですね。でもどうしたらもう一度本の中に入れるんだろう。早くしないとみんなが。あの手の空間には必ず出入り口があるはずやねんけど、さっきの店からもう気配が消えてもうてた。あの本ももうなくなっちゃったし。本、私知ってる、あの本の表紙。え？あの女の人がいた場所。あの井戸だ。さくら、なんかわかったんか？うん、私入り口知ってるよ。昨日そこまで行ってるの。じゃあ皆さんのところへ行けますわね。うん、よっしゃ、カードキャプターさくらの出番や。うん、では早速着替えよう。はう。ここか。うん、確かにビンビン気が伝わってきよる。さくらちゃん、どうなってんの？こら、結界や。結界？井戸の周りに強力な結界が張られとる。どうしたらいいんでしょう。悔しいが、今のわいらの力ではどうにもならん。そんな。どうなさいました？誰か来よる。こちらへ。下がっていなさい。あの、どうして？シャオランの気が途切れました。それは私が。いいえ、違います。ただ、あれの力が及ばなかっただけ。行きなさい。はい。友也ちゃんはここにいて。さくらちゃん、気をつけてくださいね。うん、この服すごく
動きやすいよ。完全防水になってますから水の中でも大丈夫です。トンネルや周りよう見てみ、いろんな空間とつながっとる。ここで迷子になったら一生出られへんで。どうすればいいの？思うんや。さくらの強い思う気持ちがあればそこに出られるはずや。みんなのところへ。いや、この気配は。バードストリート。どうやらいろんな空間が混ざってもうとるみたいやな。行くで。貴様か、なぜ戻った？お願い、みんなを返して。返してほしくば、クローリードを連れてこい。いくら連れてきたてもできへん。クローはもうずっと待っていたのだ。クローが来るの、ずっと。人の話は最後まで聞け。ったく、あの人。Thank you.
です。契約のもと、さくらが命じる。レディいえ、クローリードはどこにいる？クローさんはもういないの。嘘をつけ！本当なの！ずっと前に亡くなってるの！嘘だ！あいつが死ぬはずがない。クローリードが私のすべての力でクロウを呼び続けた。何年かかっても何十年かかっても。このようなものをもらういわれはない。今日はあなたの誕生日でしたよね。それはあなたに差し上げたのです。不要なら捨ててください。やっぱりこの人。
水は流れゆくものですよ。水は流れゆく。そうだ。クロウさんのこと本当に好きだったんだね。辛いよね。大好きな人がいなくなるのは辛いよね。クロウリードは本当に死んだのか。ずっとずっと待っていたのに。水は流れゆくものですよ。あの声、クロウさんだったんだ。父さんの土産何がいいと思う？お茶とかどうかな。お茶？明日はもう日本ですわね。なんや散々やったな。特に昨日は。そんなことないよ。私も言いたいもん。自
自分の本当の気持ち分かってほしいもん。あの人、クロウさんに言いたいことがあったんだよ。どうしても言いたいことが。私はいつか言えたらいいな。また香港に来られるという